甘ぎつねが今日お家に、来てくれてお雑煮をね作ってくれてるので、ちょっとゆっくりさせていただこうかなと、思います。ママぎつねごくり。ちょっとね、白神はねこのママぎつねの情報をねあまり出したくないんですよね。そんなね、ママぎつね、ママぎつね、ちょっとね、あのね、あのちょっとママぎつね、ママぎつね、ちょっとね、あのあれなんで、白神とはもう全然正反対のあの性格をしてらっしゃるので、ママギツネは、はい、よく、ダメですね、ママギツネ。ダメです、ママギツネ。そうなんです、まあ、ただただ一つ言えることは、ママギツネはあのおっぱいがでかい、うん、なぜそれを白神にくれなかったのか、うん、白神もね、あの自称 K カップ、キツネカップなんですけども、でも自称はどころかもう、ママキツネカップなんでね、ずるいよこせって感じでございます。はい、許せん。そう、あと身長がちょっと高めなんですよね。その身長も白髪欲しかった。うん、身長がそう165あるのかな。うん、でっかみたいだから白髪からしてもでっかでっかみたいな。なんでそれを遺伝してくれなかったのか。うん、もうなんかもうそれしか言えない。むしろもうそれしか言えない。そう、ビッグマムや、ビッグマム、マンマ、マンマや。そう、まんままんま、はい、なんかそれをなんか言ったらムカついてきたので、ちょっと殴ってこようと思います。パーンっつってパーンパーンっつって遺伝させろ、パーンっつってちょっとね、ママギツネに嫉妬しております。悔しい、くくし、しはやま新衣装の時にちょっとミトママにあのたのお願いしましょうかね、頼むっつって。そう、ちょっとでっかくしてくれ大困惑されそうなんで、ね、やめときます。理想だけかける、理想は高く目指すはセクシーなダイナマイトフォックス、いいですなということで、下髪の初夢にしておきましょうかね。はい、皆さんお疲れ様でございました。